にはあまり知られていないの集客方法って結構あったりするんだよ。オフラインで完全に完結していて、ネット詳しくないです、わかんないっていう人でも全く問題ないです。時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネス学。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的に今すぐ使えるビジネスを教えていきたいと思います。はい、リュウスです。今日よろしくお願いします。このチャンネルで集客ってめちゃめちゃ話されてるじゃないですか。そうだね。でもなんかこうもっともっとすぐできるっていうか、他の人がやってないみたいな集客方法ってあったりしませんか？もうそれはもうズバリ穴場集客法でしょ。世の中にはあまり知られていないの集客法って結構あったりするんだよ。あまり知られてないのランクにもよるけども、まず王道のあまり知られてない集客法で言うんだったらば、ピンタレスト集客。ピンタレスト集客 SNS ってさ、すごい盛んだったりするじゃん、はい、で大体 SNS ってなってくると X です、Facebook、YouTube とか Instagram とか TikTok って話するでしょ、はい、でも意外と本当に穴場だなと思ってるのがピンタレストで、はい、ピンタレストってあんま注目されてないんだけども、はい、まあ、例えば小売とか小売業であったりとか、まあ、EC 通販であったりとか、何か自分たちの商品を持ってるっていう人にはすごい最適だったりするとね、うん、今はすごい王道の集客方法なんだけども、はい、これだけじゃなくて本当にこんな集客方法あったんだっていう、この変わり種の集客方法ってあったりするんだよ。以前、はい、ね、私自身が書いた集客方法73選、これは王道の73個載ってる、まあ、はい、過去の動画があるんでよかったら皆さんね、概要欄から見ていただきたいんですけど、これ以外に本当にね、細かいこと言うとキリがない集客方法っていうのは、うんうん、で今日はね、その辺を実際実例を踏まえた上で皆さんに掘り下げてね、紹介していきたいなっていう回にしようかなと。はい。ホイミンから質問ね。ぜひお願いします。小技はね、ちなみに応用すると何でも横転できる。で、これを今日話してくれるのが、はい、私じゃなくて、そういった小技の集客をめちゃくちゃ見てきてる人が今日隣にいらっしゃいました。こちらです。編集者の鈴木さん。どうも、編集者の鈴木です。よろしくお願いいたします。もうコントかよっていう感じで最近始まるんですけど、はい。もういつもそのハイテンションの鈴木さん、まあ知らない方もいらっしゃると思いますが、このマーケティング侍では、もう準レギュラーぐらい、レギュラーに近いんじゃないかなぐらい出演されております、はい。実際ですね、まあ元プレジデントというところでも編集者をやっていながら、現役でも、まあメディアのね、もう中の人間として、様々なところで編集、取材っていうものを繰り返ししてるのが鈴木さんです。ちょっと簡単に超素早く自己紹介してもらって超素早く。自己紹介いたします。はい、編集者の鈴木です。現在ですね、私ビジネス誌のですね編集者をやってまして、もともとは前職はテレビ局の PR の仕事をしてまして、その前がですね、先ほどお話があったプレジデントという会社のプレジデント社のプレジデントオンライン編集部におりました。その前もですね、週刊スパっていう雑誌の編集部におりまして、これまで様々な意外とみんなに知られていない集客方法について取材をしてきましたし、実際にその実例というものの効果についてもかなりですねデータベースがありまして、今日はその話をもう全部お話したいなと思っております。ちなみになんかこれズバリ面白かったなって集客方法、なんか本編入る前に1個ちょっと言ってもらってんです。ああ、そうですね、皆さんが思っている以上に超アナログな集客方法って意外とめちゃめちゃ良かったりするんですよね。普通にお店にアプローチしてみるとか、はい、まあ、つまりオンライン、どうせマーケティング侍っても含めてもみんなウェブマーケティングのイメージ強いんですけど、ウェブ、スマホ1秒も使わない集客方法ってありまして、例えば皆さんが知ってるところで言うと、まあ、あの名前出したのがイトーヨーカドーとかありますよね。あとアピタとか、なんかそういうところのエスカレーターの真ん中にこう吹き抜けのホールみたいなところでヒーローショーとかっていうのがありますよね。あそこってめちゃくちゃマーケティング集客の方法ってめちゃめちゃすごくて、実は高い商品も100万200万の商品バンバン売ったりとかするですね。そういった気を感じるんですよ。エスカレーターの方を登ってったところぐらいに、はい、あるじゃないですか、なんかちょっと踊り場みたいな広場。この踊り場で100万、200万商品売れちゃう。実は売れてます。そんなことあります、はい、本当なんです。ただこれステップがあるんですけれども、実はこういうところに入り込んで、オフラインで完全に完結していて、そういった商材をですね、バンバン売れてるっていう計算なんですけど、これ意外と知らないんじゃないですか。すげえ面白いですね。じゃあちなみに本人みたいな初心者でもできるんですか？あ、もちろんです。むしろネット詳しくないです。今までマーケティング侍でネット広告完全版とかって言っても CPA、CPC、何 CVR 分かんないっていう人でも全く問題ないです、はい、なるほど。じゃあちょっと初心者のホイミンが質問する方が面白そうですね、はい、ちょっとじゃあホイミン君、はい、ホイミンの初心者道場でいきましょうか今日は。はい、はい、ということで早速やっていきましょう。というわけで話していきたいと思うんですけども、実はめちゃくちゃ集客できている穴場ビジネスっていうことでですね、話していきたいんですけれども、
まずですね、実はめちゃくちゃ集客できてる穴はビジネスどうやって見つけてくるんですかってことなんですけど、まあ、私ですね、これまでいろんなビジネスモデルですね、見てきたんですけれども、まあこの中でね、ちょっとあまりね、公にできないなっていうのいっぱいあったんですけども、今回ですね、ちょっと紹介したいなと思います。で、これがですね、結構、まあこれからビジネスをする方とか、今ビジネスをやってる方にとってのめちゃくちゃヒントになったりするので、その内容について話していきたいんですけども、はい、まず最初、穴場ビジネスってことで話をするんですけれども、この本に穴場ビジネスとは〇〇ビジネスであるということなんですけども、〇〇ビジネス一体なんだか、わかりますか？わかりません。わからないですか？レッドオーシャン、ブルーオーシャンみたいな言葉ではないんですか？うん、なるほど、まあ、ブルーオーシャン、レッドオーシャンありますけれども、これ聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけども、穴場ビジネスとはスモールビジネスっていうことなんですね。はい、スモールビジネスってなんだか分かる？聞いたことあるでしょ？スモールビジネス、言葉は聞いたことあります。はい、スモールビジネスっていうのはいろいろ定義あるんですけれども、まあ、いわゆるビッグビジネスっていうのは、例えば上場を目指している会社だったりとか、うん、まあ、みんなが知ってるですね、メーカーですね、コカ・コーラとかサントリーとかですね、ニトリとかですね、ああいうのもみんなが知ってる企業じゃないですか。はい、あるいはそういうふうになりたい企業のことなんですけれども、そうではなくて、スモールビジネスっていうのは、そもそも売上の規模的に言っても、大体最初は2000万から3億円くらいの売上っていうのがね、大体まあ、スモールビジネスのまあメインの売上になってきます。年商ですね。じゃあこれなんで、穴場ビジネスはスモールビジネスなのかというと、スモールビジネス、言葉通りスモールなので、あんまりバレないんですよね。世間的にバレない。ね。これが何より一番スモールビジネスのポイント。はい、バレない。バレないです。バレないと何がいいですか？世の中にバレないんで、当然ながら競合が、まあ、なかなか入ってこない、見つからないってことですね。はい。はい、まあ、穴場はちっちゃい、見えない、見つからない。だから競合もわからない。売れてることもこっそり秘密にするってことですね。はい。ポイントとしては、しかもこの穴場っていうのは見つからない理由が、顧客がかなり限定されてるってことですね。はい、例えばですね、まあ、街頭広告とか交通広告とかですね、まあ、そういうのやっちゃうと結構バレちゃうわけですよ。例えば本人さ、はい、自分で今こういうね、はい、マーケティング侍なんて言ってるもんだから、はい、いろいろマーケティングのこと調べてると思うんですよ。そうすると何が起きるか、インスタやります？まあまあちょい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 、そしたらインスタで広告出るでしょ。はい、マーケティングセミナーとか出てこない？出てきます、出てきます。そうなんですよ。自分が一番やってるビジネスって競合の広告も見たりしませんか？してます。めっちゃ出てきますよ。めっちゃ出ますよね。ということは競合が今こんなことやってるんだってバレちゃってるじゃないですか。広告でバレるんですよ。そうなんです。そうするとそこを見てみると、あ、なるほど、同業でこんなことやってんのかみたいになっちゃうわけですよ。はい、となるとバレないためにはこのスモールビジネス、顧客が限定されていて競合にもバレない、でも明確にですね、地域だったりとか、ある対象にセグメントが分かれていて、顧客がいるという、これがですね、スモールビジネスの特徴です。でも気になるんですけど、顧客が限定されてると、ちゃんと売り上げ立つのか？そうですよね。はい。じゃあ、これ、この後ですね、話をしていきたいと思うんですが、まさに、その、本当にお客さんいるんですかっていう問題に対して、これ2番目ですね、はい、超実例穴場ビジネス大公開ということですね、はい、実際に穴場ビジネスでめちゃめちゃ成功している話していきたいと思います。はい、はい、そして最後ですね、結局じゃあ今から始めたいという時にですね、穴場ビジネスどうやったらいいのっていうポイントですね、これ最後にお話ししていきたいと思うので、まあ、この動画見終わったらですね、あ、今すぐ穴場ビジネス始められるなというふうになると思います。はい、はい、というわけで穴場ビジネス、先ほど話した通りですね、穴場ビジネスとはスモールビジネスであり、年商大体2000万円から大体3億円くらいの規模感っていうイメージしてくれればいいと思います、はい、まあ、なのでゼロから立ち上げる場合だったりとか、もともと何かの事業をしていて、そこからゼロから事業を進めようという時に、まあ、大体こういうですね、最初の目標になってくるんじゃないかなと思います、はい、まあ、2000万から3億円だいぶくらい幅があるんだけど、これなんでかというと、この後話するんだけど、結構ですね、商材の値段に依存する部分ありますよね。はい、例えば100万円の商品だったらですね、まあ、例えば10個れたら1000万ですけど、まあ、1000万円の商品、まあ、仮にあったらですね、正直スモールビジネス1000万の商品ってあまりないんですよね。どっちかっていうと、もう数千数万円から、まあ一旦しても100万ちょいぐらいの商品をどれだけ売るかってことなんですけど、まあいずれにせよ商材の値段によるので、
まあ、これはですね、結果的にどの商材を選ぶかというところに移動します、はい、そしてですね、ポイントとしては先ほど言ったように、はい、知名度をいたずらに求めないということなので広告を打ちまくったりせずにですね、もうとにかくこの売りたい顧客だけに知ってもらえればいい、そしてその顧客に長く使ってもらえればいい、長くお客様にいてもらえばいいというビジネスということですね、はい、はいはい、というわけで実際にですね、じゃあその穴場ビジネスってどんなもんなのという話をしていきたいんですけれども、うん、はい、一つ目の事例紹介していきたいと思います。一つ目、住所非公開パーソナルジムってことなんですけれども、はい、ちょっとですね聞いてみたいと思います。パーソナルジムって今、はい、競合多いと思いますか、少ないと思いますか。今はめちゃめちゃいると思います。そうですよね、はい、めちゃめちゃ今いますよね。今さらパーソナルジムなんか始めさせようとしてるって、もう詐欺師じゃねえかこの野郎ってね思ってるかもしれませんが、はい、そうですよね、皆さんパーソナルジムやりましょうなんですね。で、それで、ね、パーソナルジムを独立されるの塾を開きますなんですね。先に50万くらいもらって100人くらいね収穫したらさよならみたいなね、まあそんなビジネスがあったりなかったりするらしいですけども、まあまあそれではなくですね、これ結構ですね、こういう今業界でレッドオーシャンと言われているパーソナルジム業界でもめちゃくちゃ儲かってるビジネスなんですね。一体なぜってことなんですけども、そもそも最初にまず言わなきゃいけないことがあります。スモールビジネスはもちろん初期コストも抑えられますが、ビジネスを始める時点でかなり勝敗が決まってます。始める前に決まるんですか。そうです、これ実はですね、今日大事な大事なキーワードになってきます。準備が9割です、はい、アナバビジネスは準備が9割、はい、一体なぜか、ここに書いてあるように最初の顧客集めと書いてありますが、パーソナルジムの最大の問題、それは何かというと、まあ、いくつかあるんですけども2つあるんです。おそれは集客、そして2つ目がパーソナルジムって3ヶ月とか大体経つとみんな大体ですね結果にコミットし終わるので退会しちゃうんですよ、まあ、だから結果にコミットさせればさせるほど卒業してっちゃうんですよ。そしたら売り上げが訪れながら3ヶ月も4ヶ月もチャリン0円ですみたいな感じになるわけですね、はい、というように継続率がそもそも続くビジネスじゃないんですよね。なるほど、はい、痩せたらみんな退会しちゃうんだ、はい、ということでこの最初の集客と会員さんをどれだけ LTV を高められるかというこの問題に全てのパーソナルジムがぶち当たっており、それゆえにパーソナルジムっていうのはずっと集客に困っていて、まあ、ずっとですね会員の離脱率ですね、まあ、簡単に会員が卒業しちゃうという問題に対して直面しているということですね、はいはい、じゃあこの問題どうするかということなんですが、最初の顧客集め、ほうこれですね、大体パーソナルジムのですね、あるある言っていいですか。はい、パーソナルジムあるある早く言いたい、はい、早く言いたいです。パーソナルジムあるある早く言いたいな、早く言いたいです、早く言ってほしいですか。一人芸人いましたよね、はい、パーソナルジムあるあるその1、はい、マッチョをとりあえず採用しがち、はい、あそうですよね、はい、まあ、大体ですね筋トレ好きで、なんかですね、フィジークとかベストボディジャパン出てますみたいなんですね、そういう人にですね、パーソナルトレーナーやりませんかなんてね、大体ですね、声かけたりとか、はい、人材のですね、サイトで募集して、それ求人サイトで皆さん集めると思うんですが、もうこの時点で他と一緒だからもう間違いです。じゃあ、デブとか集めたらいいですか、まあ、そういうことではない。そういうことではないんですけれども、はい。まあそういうことではなくて、それがどっちかというと、パーソナルジム受ける側でしょ、受ける側でしょ、違うんですよ。パーソナルジムの一番のポイントというのはトレーナーから集客をするということなんですよ。トレーナーから集客、はい、つまりいきなりジムの会員を集めようと思った時に広告を打つとか、はい、SNS を頑張るとかですね、うん、そんなのやってたら他と一緒だし、どれだけ時間がかかるの、どれだけお金がかかるのとかだよ。確かに、はい、というわけで一番最初に採用に力を入れるポイント、それはトレーナーがどれだけお客さんを引っ張ってくれるかなんですよ。はい、まあ、何が言いたいかもちょっともったいぶらず言いましょう、はい、このジム、ある東京都内にあるですね儲かってるジムなんですけど、まずそもそものですね料金体系説明します、はい、入会金3万円、うんうんうん、で毎月受け放題ですね、受け放題で1時間ですね、はい、で朝からですね夜までやってるパーソナルジムなんですけども、はい、月額5万円で受け放題、まあまあ安いですね、うんうんうん、まあ3万円の入会金で5万円、はい、でウェアとかですね、それからタオルとかもう全部込み込みで、でさらにシャワールームもあるので、もう本当に手ぶらで行って手ぶらで帰りますみたいな感じです、うんうん、1店舗だけやっているパーソナルジムなんですけども、はい、
さあ、このジム作ろうと思った時一番最初に力を入れたこと、それは立地でもなくトレーナーなんです。トレーナーに集客をさせるということを力を入れたんですね、うん、一体何をしたか、もう答え言います、はい、ここのパーソナルジムある共通点があります。それは何かというと、このパーソナルジム、はい、マッチョとりあえず声かけてるんじゃなくて、はい、夢な番組があります、はい、その番組に結構ですね、まあ、こういうパーソナルジムのトレーナーと相性のいい方たちがいっぱい出てるんですね。ある番組があるんですけど、ちょっと言えないんですけども、その番組に、まあ、出ている方々がいるんですね、いっぱいいるんですよ。なんとなく察してほしいです、はい、YouTube であるまあいろんな方が、男性が出演するこれピー入れてくださいね、YouTube の番組があるんですけど、その番組ってやっぱり出たとかっていう方って一気に SNS でフォローが増えるんですけども、うん、そういう方たちだけ決め打ちでもトレーナーやりませんかって声をかけて、その方たちにトレーナーにまずなってもらうんですね。そしてその方がトレーナーやってますってことで、もうインスタに投稿してもらう、ストーリーズとかに投稿してもらう、うん、そうするとそもそもそのトレーナー個人個人が集客力を持ってるわけですね、はい、他のマッチョって大体、まあ、パーソナルトレーニングやってるっていう人、大体自分の筋肉上げて終わりで、もう集客なんかしてくれないわけですよ。よう知らん無名のマッチョにですね、まあ見てもですね、その方がどこで働いてるのかもですね、わかんないし、一体なんか自分の筋肉ばっか上げてなんやねんってなるけど、強烈なそのインフルエンサーの集客力っていうのがあって、まず最初にその、まあ、パーソナルジムのことを知ってもらえるんですが、ここでのポイント、それは住所非公開かつここ実は完全紹介制なんですね。はい、紹介制なのでどこかで知り合いがいないとダメなんですね。じゃあこの YouTube でその人を知ってて SNS 見て行きたいって言ってもいけないってことですか？いけません。そうなんです。じゃあ意味ないじゃんって話なんですけど、そうすると何が起きるかというと、そのジムをそのフォロワーも含めて知ってる人はいるのに行けないっていう状態が発生するわけです、まあ、簡単に言うと渇望感ですね。じらされてる、はい、レア感ができます、はい、ただその一方でそのジムに行ってる人も当然生まれるわけですね、うん、中にはそのインフルエンサーと直接友達で最初の会員っていうのはこの知り合いだけでまずはやります、うん、ということで、まあ、簡単に言うとの番組に出ている男性たちの直接の知り合いの方だけまずは会員になってもらって、その方たちがまずは行ってるっていう事実をストーリーズ上げると、どんな気持ちになるか、フォロワーの方行きたいな行きたいなと思うわけですよ、はい、でも行けないわけですね。そうするとどうなるかっていうと、そこに行ってる人がステータス感を感じますよね。みんなが行きたいけど行けない、住所非公開の隣の某所にあるパーソナルジムに行ってると、うん、いうことで、みんなそのステータスを SNS にアップします、うん、はい、そういうことで言って知名度が上がりますよね、うん、はい、これがいわゆるブランディングですね、はい、みんな知名度は知ってるのにそれにアクセスできない、うん、これブランドの基本なんですけども、ブランドの方程式分かりますよね。ブランドの方程式、はい、ブランドの方程式は知名度と流通度が乖離があることです。例えば、エルメスのバーキンって分かりますか？分かります、バッグ。何百万もするバッグなんですけど。食べ口悪いけどよく見えます。はい。ただ、このエルメスのバーキンって、基本的に知名度と持ってると一緒じゃないですよ。確かに。例えば、ユニクロの商品考えてほしいんですけど、ユニクロの商品って知名度もあるけど、普及度も一緒じゃないですか。はいはいはい。となると、これって、ブランド価値、つまりレア感って出なくないですか、うん、いいものだなっていう信頼感はあるけれども、レア感はないじゃないですか、うん、このレア感を作る方法って簡単で、知名度を増やしてるんだけれども普及度が低い状態にすることなんです。確かに。そうするとこのジムはまさにブランディングって意味で言うと、知名度はあるのに普及度が低い状態によってブランド価値が発生してます、うん、会員のいわゆるロイヤリティ、忠誠心、このジムに通うということに対するステータス性がどん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 上がっていくわけです、はい。というわけで、会員が月額5万円で、このジムですね、まあ人数で言うとですね、まあ P を言ってほしいんですけど、何言います。その単純計算考えてほしいんですけども、まあ大体ですね、年商で1億円以上楽勝で、いきますね。はい。なんですけれども、2つ目の問題ありましたね。パーソナルジム2つ目の問題。パーソナルジムあるある。早く痛い。パーソナルジムあるある。早く痛い。パーソナルジムあるある早く行っていいですか？もう、パーソナルジムあるある。そうです。3ヶ月ぐらいで大会しちゃうんです。はい。そうなんです。パーソナルジム行くと、自分で運動習慣が身について、パーソナルジムに行くと痩せてしまうので、大会しちゃうんですね。また集客しなきゃいけないって問題が発生しますが、このパーソナルジム、素晴らしいですね。このジムのスペースにもう一個スペースがありまして、このスペース何ができるかというと、キックボクシングができるんですよ。キックボクシング？はい。
つまりパーソナルジムで3ヶ月間がっつり2ヶ月間がっつりやった人がですね、はい、その後いわゆる正規会員として月額5万円を払うのではなくて、おうおう、このキックボクシングだけ今度はメンテナンスとして運動不足解消に行くっていう人たちが発生するわけです。おうおう、これはですねもう少し月額費を抑えて一般的なんですね、はい、まあ1万ちょいぐらいでいけるんですね、うんうん、そうするとどうなるかというと、パーソナルジムに行った後にもう卒業しますじゃなくて、その後も長くそのジムに通い続けてくるわけです。さらにポイントなのは、はい、伏線回収です。もともとこの最初の顧客集めをした人たちっていうのは男性で、かつ比較的格闘技ができる人たちでしたね、はい、となると、まあ、番組名は伏せてほしいんですけど、出てた人なので当然ながらキックボクシング頼ってきましたね。なのでスタッフとのコミュニケーションが長く続くってことです。というわけで3ヶ月間コミットした後も通い続ける、つまり大会率を下げることに貢献する。正確に言うと本ちゃんのコースは終わってるけれどもその後も続ける。これなんていうか分かりますよね、はい、なんていうか分かる。これはですね、はい、ダウンセルって言いますよね、はいはい、よくアップセルとかクロスセルの話ばっかりしますけれども、実は LTV を高める方法の一つとしてこのダウンセルっていうのがですね、うまく活用しています。ダウンセルっていうのは本来の商品よりも継続した場合に低い価格帯に改定してその顧客との関係性を築き上げるということなんですけども、みんなどうしてもアップセルとかですねクロスセルのことばっか考えちゃうんだけど、それってお客さんからするとやっぱりお金が出ていくわけなので、大きな価値を感じたりとか短期的にしかやっぱりですねお金を出してくれないんですね。でもダウンセルすることによって LTV が上がるというケースがあります。なのでこのダウンセル戦略とそれから顧客に対するこのブランディングですね、これをうまく使うことによって、まあ、年商大体1億円超の、まあ、パーソナルジムになっていると。というわけでこれだけパーソナルジムが普及している昨今ですが、めちゃくちゃ儲かっているという例でした。はい、2つ目の事例なんですけれども、次はウェブじゃないマーケティング、はい、ウェブじゃない方マーケティングです。このウェブじゃないマーケティング、まあ大体マーケティングというとですね、このマーケティング侍でも大体ですね、もう事実上ウェブマーケティングを言ってること多くないですか。 YouTube マーケティング、 Instagram マーケティング完全版とか言ってません？リュウ先生ね、はい、今日は YouTube マーケティング完全版とかもう全部ですね、ネット広告完全版とかもう全部ですね、ネットとかウェブとかもう全部ですね、もう Wi-Fi 繋がってないと成立しないマーケティングばっかりやってますよね。はい、もう Wi-Fi マーケティングですよ、はい、違うんです。マーケティングっていうのはマーケティングの中にウェブマーケティングがあり、その中にインスタマーケとか、YouTube マーケがあるわけなので、ウェブじゃない方マーケティングっていうのもあるわけですね、はい、このウェブじゃない方マーケティングっていう手法が実は穴場ビジネスとしてですね、このビジネス自体は割と知っているものですね。具体的に言うと、はい、美容室とか、はい、エッセとか居酒屋とか、まあ、なんだろうセミナーとかですね、こういったものがウェブじゃないマーケティングで集客できてるっていう、これ穴場の集客方法と言った方がいいかもしれないんですが、じゃあホイミク問題です、はい、このウェブじゃないマーケティング集客、はい、実際どんな手法を使って集客これできてると思いますか。ウェブじゃないんですよね。はい、押したらもうチラシとか、うん、新聞の折り込みチラシとか、なるほど、看板とか、はい、それぐらいもうそんな感じになってきません？そうですね、そうなんですが、これ結論言っていいですか。はい、もうちょっとですねキャッチーな言い方すると、はい、ナンパマーケティングです。なるほど、はい、ナンパマーケティング、はい、ナンパ分かりますよね。はい、まあ、街中で歩いてる人にちょっと声をかけて、はい、ね、お姉さん何食ったらそんなに綺麗になるんですかとかね、聞いたりとかして、いやいやいやお姉さん本当に思ってるんでちょっと思わず声かけちゃいましたみたいな、そんな感じですね、やるやつですね。はい、このナンパマーケティングニアリーイコール先ほど話になったビラ配りマーケティングなんですけど、このビラ配りマーケティングというと誤解されがちなので、このナンパマーケティングという名前をちょっと付けさせてもらったんですけども、ビラ配りっていうと大体皆さん考えるのはビラのデザインどうするかとか、ビラのコピーどうするかとか、そういうことばっか考えるじゃないですか。もちろんそう考えますよ。違うんです。違うんです。はい、このビラ配りという手段を使ったナンパマーケティングというのが特徴なんですけども、実はですねこれ有名な方ですね、山田直美さんという方、私がプレジデントの取材した方なんですけど、その方が実際にやってるんですけども、この方はなんとビラ配り、このナンパマーケティングだけで年間居酒屋さんに1店舗に4000人集客してるっていうとんでもない人なんですよ。はい、どんだけナンパするんですか。そうなんです。え、待ってください、その時点で、まあ、人件費各社かかってないですよね。確かに。ということは、まあ、時給1000円とか1000ちょいのアルバイトの人が、まあ、時間帯わかんないですけど、まあ、1日3時間4時間ぐらいビラ配りになって、まあ、4000円だとして、まあ、大体ですね12万円ぐらいですよ月、人件費、はい、まあ、それで4000人の集客年間、はい、
でもですね、鈴木さん、僕ビラ配りやったことあるんですけど、はい、ビラでそんな収益できないですよ。そうなんです。それはなぜかってことをこの山田さんって方がお話してるんですけど、ほとんどの世の中のビラ配りは間違ってるんですよ。間違ってる、はい、ビラ配りの人ってみんなビラ配ろうと思ってるじゃないですか。もちろんビラを配るし、そうですよね。違うんですよ。この山田さん曰く、この画期的集客術ナンバーマーケティング、ビラ配りマーケティングというのは、ビラはあくまで最後に渡すものだって、基本的にはコミュニケーションなんですよ。渡す人のコミュニケーション、じゃあ具体的にですよ、どんなことやってるのかってことなんですけども、この3つのポイントってあるんですよ、はい、はい、ちょっとこれ解説していきたいんですけど、はい、ほとんどの人がやってないです。まずはこのビラ配りマーケティングで一番のポイントというのは、アルバイトの人がみんなそうなんですけども、もうビラを基本的に配ろうと思ってノルマとしてやってるじゃないですか。早くこの箱の中に全部はけて帰りたいっつって、はい、そうですよね。違うんですよ。実は山田さんが言ってるビラ配りの最大のポイントっていうのは選挙に近いんですよ。はい、選挙考えてほしいんですよ。選挙って、はい、じゃあある選挙ありました、はい、じゃあ例えば候補者がいました、はい、ね、その候補者が出してる政策とかよりも、はい、まずは選挙カーってみんな名前しか言わなくないですか。おー、はいはい、ホイミンです、ホイミンです、マーキングザブライトのホイミンです、よろしくお願いしますしか言わないですよね。ありがとうございます、はい、ホイミンです、それしか言わないですよね。そして選挙カーポスター全部名前しか書いてないですよね。さらに実際の演説とか行くと握手とかしますよね。はい、でちょっとですね話をするわけです。おばあちゃんみたいな、この街良くするからねみたいな、はい、つまり選挙の最大の特徴というのは政策や中身ではなくて、名前とあとはひたすらどれだけ握手したかによって得票数が決まると言われているんですね、はい、いわゆる明確な支持母体がいない場合は不動票というのは握手をしたからとか喋ったからっていう理由で、まあ、その候補者に投票するケースがあります。つまりこのビラ配りマーケティングの最大の一番ポイント、これは何かというと、相手とただ挨拶をするだけなんですよ。まあ無視されるじゃんって思うかもしれないですけど、されますね、これはなぜかというと、ほとんどの人が多分ビラ配ってる時ってストレッチやりませんか、ストレッチやりませんかと言ってますよね。居酒屋です、居酒屋です、これ実はダメなんですよ。例えば居酒屋でも美容室でもすぐに店舗移転しないですよね、うん、そのエリアで、はい、じゃあ例えば新宿だとします、はい、新宿の西新宿ってとこあるんですけども、はい、その西新宿のある一角で居酒屋をやったら、はい、その居酒屋ってずっとあるわけですから、はい、一番のポイントというのはその居酒屋の存在を知られてもらうことなんですけど、はい、その前にそもそもその地域の方にどれだけ顔を覚えてもらうか、はい、なんです。これ選挙と一緒です。選挙も知ってるからとか握手したからっていう理由で投票しますよ。じゃあ実際何を言うのか、もう例えば居酒屋です、だから、はい、はい、じゃあ具体的にですね、この正しいビラ配りの方法を教えます、はい、じゃあ通行人です。おなんか、はい、どうも日新宿から元気発信してます。おお、元気発信、どうも日新宿応援隊長です。どうも日新宿応援団長です。西新宿から元気発信してます。はい、これが本当のビラ配り方法なんですよ。びっくりしませんか。しかしこの方法でビラを配ると全員じゃないですよ。え、何事、通行に足を止めるらしいんですね。実はこれ本当なんですけども、自分たちの商材や店舗の話をするのではなくて、まずは挨拶をしてずっとこの場所にいますよっていうのをアピールするんですね、はい、いつも立ってますよっていう、この選挙と同じです。本当にこれをずっと続けると、うん、でそうすると何が起きるかというと、まあ、そもそも最初の時点でえ何なんですかって話が聞かれたりとかしますよね、うん、西新宿から元気発信してますとかですね、はい、西新宿の応援団長です、よろしくお願いしますって配りますよね。そう、足止めますよね。そしたら次何をするかっていうと、次ポイント2つ目、会話をする、はい会話をする、どういうことか、これナンパと一緒で、ナンパもですね、お姉さんお姉さん今からちょっと僕と一緒にお茶しませんかとかって言うとですね、まあ、無視されます、うん、ただ会話っていうのはどうしたら成立するかというと、はい、質問するわけですね、はいはい、例えば、まあ、お姉さん何食ったらそんなに可愛くなるんですか。いやちょっと可愛すぎて僕ちょっと本当にこれ人間なのかなと思っちゃって、本当に人間ですかとかって、まあ、質問するんですよ。そしたら、え、人間ですよとか言う人もいます。もちろん無視する人もいますけど、これと同じように会話をするというのは、例えば今西新宿から元気発信してますと言ったら、あ、この辺でお勤めなんですかとかですね、はい、今お帰りですかとか話すんですよ、はい、まだ商品の話しません、うん、でそこで軽く会話するわけですね、うん、だはいって会話したら会話成立しますよね、はいはいはい、まだビラ配ってないですよ。ビラ持ってるだけです。確かに。でそこで次に何を話すかというと、うん、そこで初めて会話が成立した上ですよ、うん、今お仕事お帰りですか。そしたら、ね、ちなみにこの辺にあるなんとかって居酒屋って知ってますかって聞くんですよ、うん、
なんとか、はいはい、知らないですとか知ってますって話があるじゃないですか、はいはい、そしたら知らないですって言ったら、あ、そうなんですね、ここに実は居酒屋とかあるんですよ、はいはい、生ビール1杯100円でやってるんですけども、ここに居酒屋があるんでちょっと名前があるので覚えておいてください。で、お兄さん今日喋って楽しかったんで、あの次に来た時にドリンク必ず1杯無料にしますよ、お言うんですね、はい、そしたら、え、本当ですかと、別に今日来なくていい、はい、どうしても居酒屋のキャッチとかってもう今日お客さんを何人引っ張ってこれるかって考えちゃうんですけど、はいはい、あくまでエリアにおけるお客さんの潜在顧客を増やすということを考えるんですよ、うん、そしたら結局その店舗ってエステも美容室も今日行かないにしてもいつか行く可能性あるじゃないですか、はい、その時に見込み客を増やしていくっていうのが最大のビラ配りのメリットなんですよ。でさらに顔なじみになったら何が起きるかっていうと、あ、いつもいますよって挨拶をしてもらったりとか、行く時と行かない時あってもパッとその時にちょっと飲みたいなと思う時に第一想起してもらうっていうことができるわけですね。はい、まだビラ配んないです、はい、まだビラ配ってないんですよ、はい、で次に何をするか、はい、3つ目、ここで何をするかというと、居酒屋やってるんですけど次無料にしますよって時に3番目になるんですけども、はい、オフライントゥオンラインマーケティング。どういうことかというと、リアルオフラインですね、はい、で声かけましたよね、はい、そこで次に、じゃあ次無料にするんで、はい、来るとき絶対連絡してくださいね、はい、連絡してくれたら無料にできるんで、はい、あの時に話しましたよねと、はい、じゃあ LINE あるんで LINE で、連絡してもらえばいいのでって言って、オフライン、リアルで話した話を今度オンラインで LINE と投稿交換するんですね、はい、LINE 登録をしてもらって、でその場でありがとうございましたじゃダメなんですよ、これはまたさらに山田さんポイントがあって、 LINE を交換したらその場でもうちょっと喋るんですよ、はい、これ結構ポイントですね、うん、どうしてもですね、何でもそうなんですけど、リストが取れたらはい完成と思ってしまうと関係性ができないんですよね、うんうん、会話の流れの中でたまたま LINE を交換しただけであって、うんうん、もう私たちは顔なじみですよね、一回会話しましたよねっていう思い出、うんうん、まあそういう記憶にするためにありがとうございました LINE 交換してくれて、じゃあ来てくださいねじゃなくて、 LINE を交換し終わったらその後にまた話すんですね、うん、いやでも結構この辺で飲まれるんですね、簡単に言えばいいです、うんうん、あそうですね、まあ仕事終わりこの時間帯ぐらいに、あこの時間帯に、あでも早い時間でも全然うち空いてますけど結構10時以降空いてるんですよとかですね、うん、言ってですね、でそのお客さんの情報を聞いて覚えてくるんですよ、はい、でそしてその場で LINE で、例えばですけれどもセミナーの例を出したいと思います、はいはいはい、この山田さん、はい、実はセミナーの集客も全部ビラでやってるんですよ、はい、信じられます、はい、セミナー集客ってウェブでしょと思うかもしれませんが、はい、これ何をしたかというと大学生向けのあるセミナーをやったんですね、はいはい、その時にいろんな大学に行ったんですよ、うん、なんで早稲田大学とかですね、はい、有名な、まあ、いろんな大学ありますね、そういうところに行って大学の前のキャンパスですね、こう立ってるわけです、うん、そこでセミナー混んでやります、セミナー混んでやります、全く言いません、はい、まず最初の一言目、早稲田から元気発信してます、はい、反応しますね、そしたら次、はい、え早稲田の学生ですか、はい、いますね、あ、早稲田の学生さんなんですね、今ってこれから就活の時期ですかとか聞きます、あ、そうなんですよ、あ、就活の時期なんですね、え、でもちょっと聞きたいんですけど五反田って知ってますか、はい、五反田、あ、知ってます、あ、五反田知ってるんですね、え、じゃあ五反田知ってるんだったらばってこう会話するんですよ、知ってますか、で、あ、じゃあ知ってるならちょうどよかった、五反田で今度こういうあの就活に関するセミナーがあるんですけど、就活って結構あの今気になってますか、不安ですか、会話するんですよ、はい、そこで入っていた学生だけ、はい、いや僕ちょっと興味ないんですって言った人にはビラ配らないんですよ、へー、はい、あくまでその時点で顧客の選別をするんですよ、一応渡してくれなりません、それはあのアルバイトの発想なんですよ、そんな無駄にビラ配ったって結局来ないんですよ、うん、まず最初に会話で見極めをするんですよ、うん、で見極めをして就活に興味があります、五反田知ってますって言った方にだけ、あ、じゃあビラ配りますねって言ってこういう内容なんですけど、初めてその就活のセミナーの話をするんですね、でさらにそれだけじゃないです、うん、じゃあその場でじゃあ就活に興味があるんだったらば4月17日空いてますかとか聞くんですよ、でその場で日程も確認させるんですね、すごい、で4月17日空いてますとか言われたら、うん、あ、じゃあちょうどよかったと言って LINE 登録しましょうって LINE でその場でセミナーを申し込みさせるんです、ここまでやる、そうです、ビラ配りじゃなくてもはやこれナンパでしょ、はい、連絡先公開してますもんね、そうなんです、ビラ配りというのが皆さんもうビラを配ることが目的化してるし、うん、ビラのデザインとかコピー任せにしすぎなんです、うん、でも一番その内容に興味持ってるっていうのはビラを受け取った瞬間であり、さらにコミュニケーションを取ってる時間なんです、うん、その時間に最もお客さんの意識を自分たちのサービスや商品に興味を持ってもらってるわけですから、うん、この瞬間にいかに
一気にですねコミュニケーションを取って興味付けだったりとか顧客の見極めができるかっていうことが大事なんですね。はい、なのでコミュニケーションを取ってこのセミナーにですね実際に申し込みしてもらってビラ配りだけですよ、うん、わずか3日間のビラ配りでなんとこの山田さん、はい、まあ、アルバイトにもお願いしたんですけど、うん、セミナー1000人集客しました。はい、そうなんです。そうなんです。考えてほしいんですよ、はい、みんなさマーケティングマーケティングっていうですねウェブインスタ YouTube ネット広告と思うんですけれども、そもそも興味を持ってる人だけを純度高く本当にフィルタリングできてますかってことなんですよ。さらに店舗だったらばもう場所変わらないわけですよ、うん、もうずっとですねもう 1ヶ月後も1年後もずっとそこにですね店舗があるわけですから、ということはもうその店舗に訪れる人のエリアとかですねもう人も決まってるわけですよ、うん、そしたらまずはいきなり来ないにしてもまあ本当選挙のですね候補者の朝立ちっていうんですけどね、うん、はい、駅前とかですね演説したりとかするんですけど、もう結局いつも見てるなっていう、まあ、いわゆる単純接触効果だったりとか、うん、目を合わせて挨拶してる、これだけでもう第一想起されるわけですね、うん、でどこかのタイミングで会話したりどこかのタイミングでお客さんが来てくればいいのに、この見込み客を増やしていくのいわゆるパネルですね、はい、最終的に来てくれるお客さんはこれぐらいだけど、はい、この層を実際来る人たちって全国の人じゃなくてそのエリアの人じゃないですか。はい、この人を集めるっていうことにおいてこのビラ配りというならナンパマーケティングっていうのは非常に効くわけです、はい、というわけで商品は何でもいいんですけども、このビラ配りという方法がですね非常に穴場の集客方法だったりするんですよ、はい、というわけで実際にこのお客さん LINE 登録しますよね。そしたら LINE 登録して実際にお店に行こうと思ってお店に店舗に行きますね、はい、つまりリアルの行動を起こします。なのでここでさらにオフライン、つまり歩いてて LINE を交換するオンラインでつながってその後に実際に集客、つまり実際に来客するというオフライン、はい、これがオフライントゥオンライントゥオフラインマーケティングってやつですね、はい、リアルで歩いててウェブでつながってその後リアルにまた来てもらうっていうことですね。これ大事なのはこのオンライン結構大事なんです。なぜかというと一回話して終わっちゃったらば結局それってナンパしたのに会話楽しかった LINE 交換しなかったらもう会えないじゃないですか、はい、普通に考えたら、まあ、ナンパにしてもですね世の中何でもそうですけど話して終わりじゃなくてこの人ともっと仲良くなりたいなと思ったらその後連絡先聞きますよね、うん、この連絡先を聞いてさらにリアルでまた会うっていうのがですねいいわけですね、うん、そしてその後付き合ったりするわけですから、というわけでオフライントゥオンライントゥオフラインというふうにこのオンラインをオフラインでサンドイッチするというですね、うん、この方法としてこのビラ配りというものが非常に有効です、そして穴場ですよというお話でした。ちなみにこれってあの見ている方々がこれできるかもやりたいと思ったらどこから始めたらいいんですか。まず最初はもうビラの内容もそうなんですけど、まあ、準備が大事って話今日してますけれども、うん、まず最初に顧客とつながるための、まあ、LINE は絶対に必須でしょうね、うん、あるいはインスタでもいいと思います、うん、はい、まずこれを準備しますが1つ目、うん、2つ目、まあ、もちろんですけどその内容についてビラをちゃんと用意することですね、うん、なんですけど3つ目一番大事なことはもう自分たちがもう集客する場所を決めるってことですね、まあ、店舗の前なのか駅前なのか決めてそこでとにかく政治家のように毎日何時から何時までは必ず立ち続けて、うん、そしてさらに居酒屋ですとかですねエステですってビラを配るんじゃなくてこんにちはとかですね、はい、吉祥寺から元気発信してますとかですね西新宿の応援団長ですみたいな感じですね、とにかく最初に興味を持ってもらう一言を言う、はいはい、でそこでその街の風景に溶け込むっていうことですね、はい、例えば夜の9時以降とかだったらば、まあ、居酒屋からも2軒目3軒目酔っ払ったお客さんもいますよね、うん、その場合ってなんか例えば西新宿から元気発信してますというのもですね二次会応援団長ですとか言った方がいいわけですね、みたいにとにかくその歩いてる人に興味をその時間帯に持ってもらう言葉をちゃんと用意するってことです、はい、そしてちゃんとその場で、LINE を登録してもらったりインスタを交換してそして最後にビラを配るというこの一連の流れですね、これをちゃんと準備しておくことが、まあ、大事ということですね。はい、3つ目ですね、穴場ビジネスはスモールビジネスという話がしたんですが、この3つ目ですね、次予約困難焼肉店3つのキャッシュポイントというふうに書きましたが、はい、トミク焼肉は好きですか。大好きです、はい、焼肉食べようと思ったらいつもどうしますか。焼肉食べようと思ったらゆるなびとかで調べて、はい、近くの焼肉屋さんを探してそこに電話していきます。なるほど、はい、そういうお客さんがいる場合焼肉屋さんの戦略ってどうすればいいかというと、はい、まあ、単純に値段を安くするとかですね、はい、いい感じにするとかですよね、商品は。もう その2択が僕の一番受けるポイントです。そうですよね、となると
この焼肉屋さんがこの例えば近所に4店舗ぐらい競合があった場合に、はい、その競合に勝つためにはその焼肉屋さんは値段を安くしたりとかですね、はい、まあ写真を映えるようにしたりとかしかできないんですよね、はいはい、そしたらまた別の焼肉屋さんがさらに安くしてさらに映えるようにしたら、そっちにお客さん流れちゃいますよね、はい、はい、というようにお客さんの行動を考えるとその方法ってまあ、いずれですね、いわゆるネット社、競合が激しくなりますよね、はい。今回紹介するこの、実はめちゃくちゃ儲かってる超穴場ビジネスの、予約困難焼肉屋の3つのキャッシュポイント。これめちゃくちゃですね、勉強になります。はい。まず、ポイント1つ目、はい。焼肉屋さんをオープンするならば、はい、店舗をオープンする前から勝負は始まってるんです。どういうこと？はい。これ実はさっきのですね、パーソナルジムの話にもつながる話なんですけども、焼肉屋さんですね、すみません、今焼肉屋さんやってる方でこの動画見てる方は申し訳ないです、はい、なんですけれども焼肉屋さんだろうが何だろうが、はい、オープンをする時点でどういう店舗でどういう集客方法にするかっていうことを考えないで、とりあえず物件借りて坪単価見てとかで、ね、決めすぎです皆さん。これ実際にですね、このオーナーさんの話聞いてきました、はいはい、どういうふうに集客をしてるかなんですが、まず最初にこのオーナーさん焼肉屋さんを作ろうと決めたんですね。焼肉屋さんの店舗の契約も何もしてません、はい、最初にやったことは何か、はい、何だと思います？牛と仲良くする。牛と仲良くする、確かに。そうすると牛がね、牛さんがこの部位が美味しいよなんて、アンパンマンみたいに、ね、僕の肉をあげるよ、僕のハラミをあげるよみたいなね、やってくれますよねって、そんなわけあるかい。はい、というわけですね、牛さんと仲良くするわけではなくてですね、正解は何をしたかというと、はいはい、インスタグラムを開設したんですね。焼肉屋さんやる前に、はい、逆じゃないですか。じゃあこのインスタグラムのアカウント、どんなアカウントだと思いますか？だって店ないですよね。ないです。じゃあ撮る写真とかなくないですか？そうですよね、はい、はい、そうです。インスタグラムのアカウント、これ引っ掛け問題です。店舗のアカウントを作らないんですよ。どういうこと？一番最初にやったこと、はい、それはこの地域の美味しい焼肉屋さんを巡ってそれの写真を投稿しまくるアカウントを作ったんですよ。おー、焼肉屋さん巡りの。そうです、焼肉マニアっていうアカウントを作ったんですね。でちなみにちょっと詳しく言うと、この地域いわゆるキャバクラとか、はい、ホストクラブとか、はい、飲み屋さんが多い地域ですね、うん、また東京で言うと歌舞伎町とかですね、うん、まあそういうところなんですけども、その辺の近くで焼肉屋さんを作ろうと思ってたので、はい、まずはその地域の美味しい焼肉屋さんのアカウントを作ったんですよ、はい、たくさんいろんなとこ巡ってそれレビューするみたいな、うん、でそのアカウントこれ作ったらですね、はい、これ実は準備にこの焼肉屋さん作るのに約2年弱かかってます。2年弱くらいずっと焼肉屋さんのですね、美味しい焼肉屋さんのレポートをインスタで上げ続けたんですね。そしたら何が起きるか、はい、その地域の、じゃあ例えば歌舞伎町なら、うん、歌舞伎町で美味しい焼肉屋さんを探している人たちはフォローしますよね。します、します。そういう人ってどんな人か、歌舞伎町に普段出入りしている人ですよね。歌舞伎町で普段飲んでる人、焼肉食べてる人、うん、この人たちがフォロワー数、まあ、結論1万人ぐらいだったんですね、うんうんうん、はい、結構すごいですよ、インスタで1万人ね、はい、皆さんこのアカウントに対してどういう印象を持ってるかというと、信頼できるこの地域の焼肉の情報を提供してるアカウントだなって思ってますよね、はい、そしてこの辺で焼肉を食べる僕たちに便利な情報を提供してくれてるなと思いますよね、はい、はい、さあこのインスタアカウント、次に何をしたかというとですね、皆さんにご報告があります。おー、報告。このエリアの焼肉をたくさん食べてきた結果、一番美味しいお肉が何なのか分かりました、うん、その結果この地域で一番美味しいお肉を提供する焼肉屋をこれから作ろうと思いますって言ったんですよ、はい、そしたら、うん、こんだけ焼肉食ってる人だからきっと美味しい焼肉屋さんを作るに違いないってみんな思うじゃないですか、思います、思います、はい、そしてさらにこの近所に作ってくれるのめっちゃ嬉しいみたいな、はい、ただまだオープンしませんみたいな、うん、準備します。そこからはアカウントの内容を一気にその店舗オープンに向けてのストーリーのアカウントに変えたんですね。はい、つまり今物件が決まりました、ただ場所非公開です。あ、はい、なぜかというと本当にいいお肉を出したいので希少部位も含まれるので大衆店にすると入荷が間に合わない、仕入れができないので、これはいいお肉だけを知りたいと思っているので完全に住所も非公開にして、さらに会員制にしますと。さあみんな見続けます、はい、3ヶ月ぐらいこので準備アカウントを見続けた結果、一時募集ってなったんですね。お、会員を一時募集します。お、ここで1日2組限定のお店にしますと、夜のみ、はい、客単価なんと2万円、はい、夜の街の、
まあ、近くにあるので比較的まあお金焼肉に使う方も結構いるわけですね。なのでこのアカウントまずは一時募集として会員募集します、で会員数締め切りますみたいな、ある一定の人数で締め切りますといった瞬間に LINE 登録会員募集一気に殺到しました。はい、まあ、100人近く一気に来ました。でここで一時募集一回締め切ったんですよ。でさらにこの100名の方だけにまずはご案内します、予約サイト作りましたどうぞと言ったんですね。そしたら一気に予約が入りましたね。考えてほしいですよ、行きたいって言ったのが100人いるんです、はい、そのうち1日2組限定です、はい、そうすると全員が入れたとしたら何日分の予約が埋まるでしょうか。200日分、はい、いや違いますね、2組限定なので、ああ50組、そうです、つまり50日分、はい、一気に50日分の予約が埋まったんですよ。おー、はい、オープンバレー、そうすると何が起きるか、はい、一気に予約が取りにくい焼肉屋さんが完成しました、はい、本当だ。そしてこの焼肉店オープンにあたって先行予約をしてくれた1日2組限定の各予約した方だけに住所を公開して、はい、そしてお店に19時にいらっしゃいませと言ったんですね、はい、当然ながら行った人どうなりますか。特別な気分ですよね。特別な気分です、はい、特別な気分といえばインスタグラムです、はいはい、特別な場所に行ったらみんなインスタあげますよ ね、 すね、はい、お寿司行ったらあげますよね、はい、印象です。この予約困難焼肉屋さんに行けましたってことで皆さんあげたわけですよ、行けてる自分ってことで、はい、そうすると何が起きるかというと、いいな行きたいなってさっきどっかで聞きましたね、はい、はい、なりますよね。でここで実は紹介制なので行けた人の投稿を見て紹介制だということを知った人が紹介してよとなったわけですね、はい、その結果その行った人が今度紹介してあげてその紹介者と同行すれば会員になれるんですね、この焼肉屋さん。なので行ってそこで自分も会員になるというふうにしてどん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 会員が集まってたんです、はい、というようにして1人2万円今ちょっと値上がりして2万5000円なんですけど、この焼肉屋さん予約困難焼肉屋さんとしてもう年商ですね、楽勝多くを超える売り上げになっているんですが、めでたしめでたしということなんではないんですよ。まだ話があるんです、この焼肉屋さん、すごい、はい、まだ半分です、折り返してるんです、はい、実は3つ目のポイント、はい、ブランディングをどう生かすか、こうブランドもうできましたね、できました、つまりみんなが行きたいけど行けない、はいはい、いわゆる普及度と知名度にギャップがある状態ですね、はいはい、このブランディングされたら次どうなるかというと、うん、今度この焼肉屋さん、はい、さらに攻めます、はい、それは何かというと EC を始めるんですね、通販ですか、はい、ただこの通販どこでやるかというと、うん、Amazon でやるんですよ。でも Amazon で何をするかというとこのお肉を販売するんですよ、うん、そのお肉をただ販売しても売れませんよね、はい、予約半年待ちで皆さんが食べれないこのお肉を Amazon で販売します。つまり会員の友達がいない方でもうちのお肉食べれますよって言いして販売したんですね、はい、そしたら皆さんどうなるかというと Amazon を見てる方でもそんな焼肉屋さんがあったんだってそれをまず Amazon で知る方もいるでしょうし、あるいはインスタでその投稿を見て会員の友達はいないけど行きたいなっていう人だったらば、まあ、お肉食べてみたいなと思って買いますよね、ヒレとか、はい、というわけで EC でバカ売れしたというわけじゃないんですよ、これまだ話があるんですよ。これですね、これ丸がありますよね、まだありますね、丸々で販売したんですけど、これめちゃくちゃ大事な話です。ここまで動画を見たからこそもう今は40分ぐらい話してると思うんですけども、40分見てくれた方お待たせしました、ここ超重要な話です、今日の一番の視聴率が高いと思うんです、はい、実はここの焼肉屋さんお肉を販売したんじゃないんですよ。販売したんじゃない、はい、答え言いますね、はい、答えはお肉のカタログギフトを販売したんですよ。え、カタログギフト知ってますよね。わかります、わかります、まあ、カタログがあってそれでそのカタログから番号を選んでそしたら物が届くってやつです、はい、はい、お肉じゃなくてなんでカタログギフトでお肉を販売したと思います。つまりカタログにお肉が載ってるんですよ、はい、その中で5000円分とか1万円分とか1万5000円分みたいにあって、はいはいはい、その中でお肉を選んで、はい、で自分で注文すると届くみたいな感じですね、はい、あれは1人あげてもいいです。僕はホイミン君に例えば何かカタログギフトでなんかいつもお世話になってるからマーケティング侍で、はい、あ1万円分のお肉この中でやるなって言ってハラミとかロースとかカルビとか食べたやついろいろあるでしょ、はい、自分に組み合わせていいよなんですね、はい、じゃあハラミにしようかな、ハラミ1万円分なんて買うかもしれないし、はい、まあ、カルビ5000円分とロース5000円分みたいなの選ぶかもしれないですよね、はい、まあ、ホイミン君何食べたいか分かんないからこの中で選んで、はい、っていうものです。なぜお肉じゃなくてカタログギフトを EC で販売したのか、手間じゃないですか。手間ですよね。手間です、手間です、はい、これ超重要なポイントです、はい、答えはキャッシュフローです。キャッシュフロー、はい、ちょっと考えてほしいんですよ、はい、ホイミン君が
お客さん、はい、僕がその焼肉屋さんとします、うん、はい、まず最初にポエミン君に1万円でカタログギフト販売します、はい、そしたらカタログギフトが届きますよね、届きました、はい、で1万円が入りますよ、入りました、はい、この瞬間にこの焼肉屋さんから出てったお金って何ですか？もうカタログギフトのお金、もう制作費ぐらいですか？そうです、つまり差し代なんですよ、差し代だけ、差し原価いかがですか？数百円ぐらいでしょ、はい、数百円の原価のものを1万円でまずは買ってくれたんですよ、はい、おー、もう、はい、そしてその後に、はい、後からお肉の注文をしますよね、はい、となると現金が先に入ってくるんですよ、確かに、そうなんです、先に現金が入ってきた状態でキャッシュリッチっていうんですよね、はい、キャッシュリッチな状態にまずなるのがカタログギフトの最大の特徴なんですよ、はい、つまり前払いなんですよ、後払いじゃなくて、焼肉屋さんって後払いですよね、食べた後にお会計です、はい、じゃなくて先にお金をもらってその時点で出てってるお金はカタログ代だけなんですよ、ほう、そしてその後カタログギフトというのは買う人が欲しいタイミングで注文書書きますよね、はい、なのでもしかしたらその日かもしれないし、はい、1週間かもしれないけど食べたいタイミングで注文しますよね、はい、そうすると発注が来てから初めてお肉をさばいて梱包して送るので、はい、現金がちゃんとある状態で商売ができるわけです、はいはい、さらにカタログギフトの闇です、カタログギフト大体有効期限があるんです、この有効期限この焼肉屋さんそんなに短くは設定しないんですけど、はい、設定してるんですよ、はい、そうすると何が起きるかというと、例えばホイミン君にいつもお世話になってるからってカタログギフトあげたら、はい、その辺の机に置いといて、まあその上ですね、なんか、まあ、よくわかんないチラシとかですね、はい、よくわかんないパソコン置いたりとか、よくわかんない本置いて、気づいたら下の方にやっちゃって、ある日1年後見た時にあん編集者の鈴木さんからもらったカタログギフトの有効期限が切れている、まあでもプレゼントでもらったからいいや、はい、この時点で何が起きてますか、はい、1万円丸々この焼肉さんもらってますが全然お金出てないですよね、そうなんです、ただお肉を売るんじゃなくてこのカタログにすることによって現金が前払いで入る、しかも最初は紙代しかかかってない、さらに中には忘れる人もいるってことで、どう考えても黒字になるんですよ、これが超ポイント、はい、ブランディングしたお肉を予約の取れない焼肉屋さんのお肉ということでギフトだったりとか自分で買うようにカタログギフトで販売することによって現金が先に入り、しかも最初の時点では原価率の低い紙を送るということによってどう考えてもキャッシュリッチな状態です、キャッシュフローを良くするという状態にするわけですね、はい、そして最後まだあるんですよ、ごめんなさい、4つ目取りこぼしのない〇〇、これ分かりますか、何ですか、焼肉屋さんって当然なんかお客様のお来するヒレとかロースとかハラミとかですね、はい、イチボとかいろいろありますが当然端っことかやっぱ使わないわけですよ、余っちゃいますよね、もちろん筋とかもありますし、はい、はい、そしたらそのお肉ってどうすんのって話なんですけど、一般的な焼肉屋さんはそれいただいたりですね、まあランチで出したりとかするんですよ、うん、ランチで例えばハンバーグしたりとかするんですけども、うん、あとはシチューにしたりとかするんですね、うん、特に筋があるものは、ただこの焼肉屋さん夜しかやってないんですよ、しかも高価格帯なんでそんなですね端っこのお肉とは出せないじゃないですか、うん、そこで何をするか、この焼肉屋さん自販機、そうです、この焼肉屋さんお店の前に自販機が置いてあって、この自販機で使わない、まあ、端っこの肉とかですね、そういう筋の部分を全部ハンバーグにしたりとかホルモンにしたかと冷凍にして自販機で販売するんですよ、そしたら何が起きるかというと顧客が先ほど言ったように2万円台のお店なので基本的にお金持ってる方が夜の方が多いんですけど、お店の前の自動販売機は1個1000円とかなんですよ、うん、でもお肉の質はいいのでスーパーのお肉よりこっちの方がいいわっていう近所の主婦が自販機からポン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 買ってくるんですね、つまりこのお肉の端っこも普通のお店のお客さんに出せないけれどもハンバーグにしたりとか、まあ、ミンチにしシチューにしたりとかして、うん、これは近所の主婦の方にとっては贅沢品ですよ、スーパーで買えるのも美味しい肉ですから、というように話をまとめます、まずはブランディングをするためにインスタグラムで焼肉のアカウントを作ってエリアの焼肉好きを集めます、そして予約困難のお店にするために1日2組限定でいきなり50日待ちの焼肉屋を作ります、その結果紹介制なのでみんなが行きたいってなってお客さんがどんどん増えます、そしてこのブランディングされたこのお店の商品を Amazon でカタログギフトで販売します、カタログギフトで販売することによって先に現金が入ってきます、原価は紙代だけです、そして中にはカタログギフトなので忘れる人もいます、当然ながらめちゃくちゃ黒字です、そして最後切れ端の焼肉のものを捨てないでそれをランチでも出さないでブランディングのためにこの焼肉屋さんが作ったハンバーグ、この焼肉屋さんが作ったシチューというように近所の主婦の方をターゲットにしてちょっとだけ高級品としてスーパーに行くような人たちがここのお肉の方がいいからここのお肉だけはこれ買うのと自販機で買わせます、というように3つのキャッシュポイントを確保する、
これが超穴場ビジネスの実態なんです。はい、どうでしょうか、ホイミ君。感動もんです。こんなになんか取りこぼしがないやり方あったのかと。はい、というように穴場ビジネスではバレてないこと、これバレてないですよね、知らなかったですね。はい、こういうふうに知らないところですね、世の中儲かってるビジネスがいっぱいあるということでした。はい、はい、というわけでまとめです。はい、穴場ビジネスのポイントですね、今日いろいろ紹介してきましたが、はい、もう最後ですね、穴場ビジネスもしやろうと思ったらここ押さえましょうねって話ですね。はい、一つ目、本当に売る商品は一つなんですかってことです。はい、これすごい大事ですね。はい、先ほどの焼肉屋さんの例もそうなんですけど、焼肉屋さんだからって焼肉だけ売ることできるの？本当に本当に焼肉しかないのってことですね。まあ例えば EC ね、はい、他にもですね自販機あります。ただポイントはいろんな商品を作ってポン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 売り先も考えてたくさん売りましょうじゃないです、うん、あくまでターゲットとブランディングですね、うん、その辺もちゃんとお客さんを育てるような準備をした上で様々な商品開発ができますよねってことですね。さらにジムの例もありました。ジムの場合もただパーソナルジムを売るんじゃなくて、その後にダウンセルしてキックボクシングっていうさらにお客さんが通い続けられる商品を何個も作るってことですね。はい、二つ目、アダベビジネスを作る時のポイント、本当にウェブマーケティングしか手段がないのかってことですね。もちろん先ほどのビラ配りの例なんかもそうなんですけども、エリアでマーケティングをしたい場合に例えばターゲティング広告っていうのがありますが、もちろん有効です。ただウェブ以外にリアルで会った人に LINE を登録してもらうとかインスタフォローしてもらうっていう方法の方がよっぽどウェブの方にですね集客できるかもしれないです、うん、というふうにいきなりウェブから考えるのではなくて、これ実はリアルでできるんじゃないかっていう手段を考えてみるってことですね、うん、そうすることによって穴場の集客方法が見つかるということです。最後3つ目、キャッシュフローを考えた商品化、これも大事ですね。そうです、焼肉屋の例もそうなんですが、さらに考えてみるのビラ配りもそうですが、はい、最初にネット広告ってお金結構出てっちゃいますよね、うん、売上が立つ前に最初にお金が出てくるものじゃなくて、ビラ配りだったらまず最初は人件費だけです、はい、最低限の人件費だけです。つまり広告費がジャブ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 かけて、その後に回収できればいいやと思ったら、あれ回収できなかったっていうことがないわけですね、うん、さらに焼肉屋さんの例でもカタログギフトのようにまず最初に一気に現金をもらって、その後に商品を梱包する、そこの後にコストが発生するっていうようにして、現金を先に貯めておけるようなビジネスでできないかというふうにすれば穴場ビジネス、つまり儲かるスモールビジネス、2000万円からだいたい3億円ぐらいの規模のビジネスというのはだいたいこういう仕組みによって作れるということが分かったと思います、うん、はい、というわけで穴場ビジネスの特徴なんですけれども、この3つのポイントもそうなんですが、今皆さんがやってる商材が本当にこれ以外の売る手段がないのか、あるいは商品を作ろうと思う時に顧客が育ってないのに、見込み客がいないのに商品や店舗を作ろうとしていないのかっていうことですね、考え直してみていただければと思います。はい、ということで今回はですね、あまり世の中で知られていない、実はめちゃくちゃ集客が出ている穴場集客の話ということで、いやすっごい面白い話がたくさん出たんですけども、はい、だからもうまとめるとなんかいろいろありすぎてわかんないですけど、まとめると、はい、結果的にあの集客っていうとどうしてもなんか自動化とかですね、もう仕組み化とかっていう風になると思うんですけど、意外と割とこうウェットなアナログな人間関係から入ってくるというかですね、コミュニケーションから入ってくる、その後から実は集客につなげていくっていうパターン結構多かったっていうのが今日のまとめなんじゃないかと思います。なので仕組み化とはちょっと逆ですね、むしろ仕組み化しないことっていう仕組みを作るっていうことですね、うん、そうすると結構ですね、もう長期的な顧客との関係性が作れて、しかもスイッチングもされないっていうこともあって、意外とですね聞くっていうことは分かっていただけたんじゃないかなと思います。なるほど、なんか本当に今まで従来で言われたマーケティングの集客とは概念が別ですね、はい、真逆と言っても過言ではないかもしれないですね。今日はそんな感じで、あれですよね、なんか見ているリスナーの方にもプレゼントをしてると。そうですね、今回ご紹介した集客方法についてはもちろん皆さんにご紹介したんですけども、ただこれをどんな商材でどういう風にして集客できるのかという集客方法と実際の商材サービスっていうところまでしっかりと紐づいた完全版をお話したいと思います。方法だけじゃなくて業界、商材、お店、会社が合ってる、この手法はこの会社に向いてますよみたいなのを完全版で資料をお送りしたいと思います。なるほど、じゃあそちらはですね、完全版で今回の内容に関係したですね、その全ての補足資料というものを用意しておりますので、そちらはですねこのマーケティングザマネの概要欄に貼り付けしているマーケティングザマネ公式 LINE に登録していただければ、このような形で補足資料という形で皆さん提供させていただきたいと思いますので、ぜひですねマーケティングザマネの公式 LINE 概要欄から登録していただければと思います。というわけで今回は穴場集客、誰も知らない世の中に知られていない集客方法をこっそり内緒で教えますという回でした。この動画がいいなと思った方はですね、チャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねはい、です鈴木さん、今日もありがとうございました。いっぱい集客方法でこのチャンネルで取り扱ってきたと思うんですけど、まだまだそういう手法があったんだってびっくりしました。ちなみにこれどうやって発掘してるんですか？やはりですね、普通にネットでググっても出てこないんですよね。まあ、そうですよね。やっぱり我々の業界編集者っていうのはもうみんなが知ってる情報を集めてきたら意味がないので、お金が雑誌買ってもらえないので、基本的にやっぱオフラインで、まさに今日お話してる内容も結構そうなんですけども、オフラインでお話聞いていくんですけども、基本的にはですね、このネット上にこういう方ってやっぱいらっしゃらないので、我々っていうのはやっぱりまあご紹介で基本的に知り合ってたりとか、あと直接もうね、探しに行くってこともあって、実際に話にかけて、どうやって集客してるんですかって話から取材を進めてきました。だから紹介っていう話があったんですけど、はい、最初の紹介ってどういうところから紹介されるんですか？結構まあ細かい話なんですけども、各ビジネスって皆さんどういうところが詳しいかって、例えば実は税理士さんとか、はい、はい、企業の方って結構ビジネスモデル詳しかったりするんですよね。つまりお客さんが中小企業さん結構多かったりすると、うちのお客さん結構面白い方法で集客してるんですよとか、意外と儲かってるんですよっていう話結構もらったりするんですね。なので、じゃあそれをもとにちょっとじゃあ話詳しく聞かせてくださいということで聞けたりするので、もし皆さんもみんなに知られてない方法をね、集客方法を知りたいと思ったら、多分税理士さんとかですね、そう、企業の方結構頼ってみるの意外とありだったりします。なるほど。そしたら僕もなんかそういう穴場知りたいんで、看護師さんになんか聞いてみようかなと思います。このオチにすごい逆にブーメランで何を答えていいのか、前代未聞のオチ来たんで、はい、普段オチを作るマーケティング侍のオチがオチじゃないっていう、鈴木さんもびっくりしてる。こんなことあるっていう、ね、なんて回答したいんですか？なんて回答するか、ちょっと考えますよ。考えましょう。面白いですよね、これね。もうすごい切り口から来ましたね。看護師の修行ね。看護師に聞くって言います。まあ、集客でしたね、看護師さんの看護師さん集客